ヨーゼフ・ゲルトナーヨーゼフ・ゲルトナーは、ドイツの植物学者、医師、ドイツ南西部のカルフで生まれた、中便現大学、ゲッティンゲン大学で医学を学んだ。卒業後、オランダ、フランス、イタリア、イギリスなどの各地の博物学者のもとを訪れた。1760年から、中便現大学の解剖学の教授、1768年から、 サンクトペテルブルクの植物園の植物学の教授及び植物園長を務めたが厳しい気候が合わず1770年代初めにはカルフに戻った1770年頃から執筆を始めた植物の果実と種子は顕微鏡も用いられ1000以上の種の正確な記述がなされ180の銅ハンズが添付されたゲルトナーは研究によって 視力をほとんど失いながら執筆を続けた。中便源で没した。アカネカのガエルトネラ族に命名されている。息子のカール・ゲルトナーも植物学者となった。ガートンは植物の学名で命名者を示す場合にヨーゼフ・ゲルトナーを示すのに使われる。ありがとうございます。